対決の時。大神殿のさらに奥に封印された祭壇、試練を受けた者にしか開けない扉の向こうにあるその祭壇に僕は来た。大司祭が敗者の命を奪い、己の力とする場所に。ただもう一度ファウスティナに会いたかった。僕が学んだ多くのことを彼女に教えたかった。でもなぜこんなことに。僕は来た。どうもこんにちは、フェリシティです。カルドセプトサーガの22回目。どうなんだろう、かなりのクライマックスなのかな。これでは2024年3月1日1時45分です。貴様。分かっていました、サフィウス。あなたは私をここで儀式の生贄にする気だったのでしょう。ですがあなたの力を今私が全て奪いました。やっぱりの展開。私がこの世界を、宇宙の全てを滅ぼします。おお、私の命が奪われていく。よかろう。ここは世界で最初にセプターが窓の力を表した場所。力に目覚めたものの暗黒が渦巻く地。そなたの絶望こそこの祭壇にふさわしい。あなたには感謝しています。世界を滅ぼす術を私に与えてくれて。戦う前に死んじゃった。ファウスティーナ、ファウスティーナ、そんな来てしまったのですね。今の私の姿、あなたにだけは見られたくなかった。なぜこんなことを。永遠の平和のために全てを消すのです。この世界もカードも全て。ダメだ、ファウスティーナ。カードが消えれば想像の技が全て消える。あなたから偉大な力を感じます。きっと私よりも多くのことを学んだのでしょうね。あなたの命を、その力を私にください。やめろ、ファウスティーナ。やっぱりな展開。さあ、でもまだもう一段落ぐらい話はあると思うんだけどな。ここの読み込み画面で紹介に出ているあいつが出てないんです。ああ、二人対戦。さあ、共に運命を受け入れましょう。二人対戦だったら意外に早く決着がつくかもしれないなと思いますが、どうでしょうか。複雑なマップだな。西、北、東、南。で、目標魔力は1万3000とかだったらどう。なんだよそれ。4、もういきなり置けない。あ、置ける置けるけど、副属性
治療師が多いところもとりあえず回りたいんだが、体勢変わんないか。同じです。どこに行くのかな。そっちか。そう、ぴったりかよ。あ、でも大丈夫だな。調整できる。あ、こっち行ったらダメなんだな。まあ、こっち来たからにはあれですよね。ちゃんと回っていかないとダメだな。どうする？変える？まだ早いな。関係ない。急いで行こう。巻いて行こう。こっちに行くと、そこに行く。もうちょっと回ると治療帳を手に入れられる。まあ、まずは確実に属性のある土地が欲しい。チャリアット捨ててくれて助かります。何ですって？ビーストギア。ねえ、あれでは消せないんだな。アーマードラゴンでは。一応あれだな。これをまあ、まだいいかな。こっちかな。無属性ブックなのかな。Thank you。次火踏むかもしれないからな。ここどうしようか。これでいいや。なんか踏みに込まれた。大丈夫？大丈夫ですよ。でもアイテムカードってことはどうなんだろうな。戦闘の、ああ、フォロッサスが戦闘の時の援護カードは使えないことになるのかな。とりあえず置けないカロンを捨てる。あら、もう治療し血の国でいちゃいなくなったのか。しょうがない。ちょっとこのメインの戦場でこれを強くしておくのはありだと思うので、なんだその爪は。移動するから大丈夫です。あ、違うか。自分にかけたの。You may cast the spell again. Warp to an unknown land.
It's your turn. こっち行かなきゃいけないんだよな。来た。Warp to an unknown world.なんとか置いとくしかないって感じだよな。交換は後で。ひどい。こっちだけじゃないかよ、影響あんの。コロッサスに止まらないかな。お、いい感じ。ブレインマジック来ちゃったので、なんか使えるといいな。30もあるから絶対使わなきゃダメだよな。まあそこは平和だと思うんで。危ないな、それでも使うんだ。消したいけどね。肥料値持ってなかったっけ。そんなのに変えないでよ。今のキャットウーマン的な。難しい。もったいない、もったいないが置くしかない。カードを捨てることがもう一番の悪なんだ、自分にとっては。
hypnosis. こんなに領地能力使うことあったっけ？そんなことする？もし食べよう。普通に向こうに置いて行って、ね、あとから移動すればいいだけだったのだ。もう。魔力が足りん。20、90足りないな。これは誤算だ。先生だしな。もう楽。やったじゃないよな。普通に安いので、ジスタブ持ってると思うんだよね。それ置かれる前出たよ。もう。ああ、それ殺さずにかけられないでよかったよ。厳しいな。やられた上に置かれるなんて。リビングレイピアって多分30でしょ。あ、でも足りるかな。あ、何その爪、爪出したの。麻痺。The battle was a draw. It's your turn. ビートたけしさんがの言ったことで一番笑ったことっていうのが、突然ですけども、バイクの事故で怪我したときに、非常に一時的に顔面麻痺の状態になったんですけど、その時に言った顔面麻痺ナスターズっていうのが最も笑いましたね。他で笑ったことはそんなにないんだけど。回収したいな。でも置きたいな。
これでいいだろう。使うのかよ。明日持ってないよ。いやオリーラもここに置きたかったな。それだったら。意味ないよ。枯れちゃったよ。共に滅びましょう。今2時過ぎましたけど、3時までに終わるといいな。あ、置かれちゃった。あ、なんで置かないの。オフシナはバカだなとかいう感じですよ。なんだそれ。コロッサスをあげるなんて無謀にも程がある。置けるときは置く。ディメンションドア、それ違う。2つも持ってんのそれ。3ひどいわ。なんかそっちに今全部行ってるよね。こう行けば戻りやすいってことなのか。早いってこと。どうなんだろう。もういいよ。それはひどい。ひどい。それはスウォームだったのかい。ちょっとさあ、何なのそれ。ありえないんだけどこの人。この短時間で何をやったんだ一体あいつは。あの相当のヘリよりもひどいやつだわ。弱いやつほど
外部攻撃しかできないんです。帰り方はいろいろパターンがあるって感じですね。ここ全属性に来るんじゃな。出た。これが救いの手だと思うな。勝負できればいいでしょう。もうこれ3時までに終わるかな。取られた土地は必ず取り返します。まあ取られてはいないけど、トロージャンホース。このカルドセプトのストーリーモードのキャラクターでここまでああいうダメージを与えてくる敵は初めてじゃないかな。先制だとちょっと危ない危ない。やられたことには変わらないけどさ、ちょっとダメージあるな。まあ、すぐ機械が欲しい。ちょっと待って、何それ。ちょっともう、なんで移動のはずなのに、ひどい。なんでこのゲームだと そのミスが起こるの。今までそんなミスして他のカルドセプトでしたことないよ。これで2回目か3回目だよ。あの移動しようと思ってレベル上げになっちゃうパターン、ひどい。何それ、ちょっともう。早く挽回せねば。なんてこったい。もう知らない、それは取るなら取って。こっちはもっと大きいの取るから。
いやー、非常にこの時間かけられ受けさせられてる状況ですよね今。さあ、いいか、これはもう仕切り直しだ。本当は、魔力がないんだよな。いいや。Bent versus Colossus。多分シルバーアイドルも持ってそうな予感がするんだけど。あ、これで一つは回復。ティラノサウルスも機会があればすぐやり動かしたいですね。対して防御アイテム持ってないんですね、バーストに。お、アーマードローン。ソウルハント、そういえばソウルハント、あのウッドフォークにかかってたな。多分それで魔力も得たんだろうな。ちょっともう一周する。それ何なの？よくわからないんだよな。なんかそのスムーズにこの移動のあれが示せない感じ。それにしても連打したらさ、レベル上げになっちゃうのなんとかならない。移動したかっただけなの。あとあのウッドフォークのレベル4のところ、あそこに早く戻さなきゃ。あのコンジャラ、え、コンジャラもうなくなったかな、どうだったっけ。まだいるよ、いるね。はい、何もしない方がいい。何そのカード。あ、ブレイブソングね。そう、ソーム、ソーム使ってくれたのありがたい。よし、いいものが出た。即時ではない。おお、ミゴール。まあ使われる、これはやばい。先にあいつを始末せねば。
今は周回を急ごう。回復も必要だし。あら、使わないでやんの。やっぱりコワースティーノは三流だな。難しい、まあ、とりあえず置いとくにはこれが一番だろうな。結構出るね。昨夜難しい判断だな。やってきて交換という手もあるな。シエルがそうなっちゃうのきついな。もう1234566が出ればここを置きに行きます。これはそのまま交換だな。ないんですけど。テラノーシス。It's your turn. Discard a card. 強いグラディエーターだけど、相手には意味がないな。無属性だから。これはどうしようかな。もうこっち行っちゃおう。使用者の魔力が相手セプターより少ない場合 ST さんち。シャンブラ、メタルシャンブラ。あそこ取り返せばかなり
盛り返せるんですけど。It's your turn. Warp to an unknown world. に置くか。昨夜使おうか。どっちかですけど。あ、普通に置きましょうか。いやー、この普通に置くというのが最も相手との相性が悪いですね、今回は。何しに来た？本当にもう。あ、そっか。スレープニル使うこと全く考えてなかったな。ミゴール足すの？ああ。このトロージャンホース、そんなアングルになってたんだ。初めて知ったわ。3DS の画面じゃよく分かんなかった。はい、地獄に落ちろ。まあ、こっちの方がいいんですけど、どうだろうな。200。そろそろドレインマジック出そうな気がするな。これがあなたの強さ。落ちそうかない？まあどうだろうな。置かれそう。なんで置かないんだよ。おかしいだろ。オンペシェル一回でも使わないとまずいな。1,2,3,4,5,6。 あまりこれホリーラマの役目立たない。とりあえず移動しとくか。ここに。スレープにいるあったなら直接移動ができたんですけど。王子じゃなくてよかった。これはレベル3まで上げられるやつですね。即時ではない。でも違う。まあ置いとくならこれかな。なんだそれ。なんでそういうことするの。危ない。おや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 。
これは合法的な取得です。取られるだろうなんで？なんで援護カード使わなかったの？しかもカードなくすし。48分か。あと1ターンかよ。にゃに。どこ？来た。危ないな。西じゃなくてよかった。おい、かわいそうだろ。なんてことするんだ。ちょっと待って。なんで来たんだよ、じゃあ。わけわかんないことしないで、本当に。いやもう、三流はこれだから困る。もう。フォンテシエル使いたい。使いたいし、こっちも使いたい、コンジャラも。どうしたらいいんだよ。しょうがない。おっと、お前な、この野郎。なんでそ。ひどい。なぜわざわざ泊まりに来たんだよ、この。ああ、もうこれせっかくこれ来たのに。援護。まあこれしか手段はないでしょうな。いやカード僕が一周したらまた再び嵐のような外部攻撃が来るんですよね。シーボンズもちょっともうこんなにあれだと役に立たない。
received a reward. Good luck on your next journey. おまりっぽいけど。メメクリ。おい、ちょっとそれは予想外だったな。You may cast the spell again. It's your turn. Discard a card. 厳しいな。今のはちょっと予想外でした。40、80の厳しいな。あ、ここ高かったんだ。移動しよう。今の本意なあれだったんじゃないのかな。よし、ここでまず使わせよう。40。何でもいいから使わせよう。大丈夫だと思う。今残ったのが30だけでしょ。いけると思うんだけどな。領地能力使えるようになったら、あのウッドホーク攻めます。ちょっとこのアレス初手からなんか持ち続けてる感じがするけど。
いや、もう、もう。変なカード出ないでね。あ、でも、それって、HP いくらなんだろう。よし、もうそれならいいや。フォンテシール使いたいけど、ここは取りに行く、取りに行く。あ、でも80か、足りないな。じゃあ、じゃあどうしよう。なんか、なんかつけるカードなかったっけ。ないのか。フォンテシールの方が良かったかな。良かったわ。フリーズサイクロン。Follow the guidance of the cards. いやー、ひどい。It's your turn. Discard a card. ちょっとだ、ドラゴンを受ける。あれがないな、なかなかチャンスが。もう、アレス捨てる？省エネで。いやもう2回目が回ってくるな、これじゃダメージに。ドーン、フォンテシエルが大丈夫か。なんとか生き残った。コンジャラをね、難しい判断が。まあ、次何やってもいいように。もうひどいよそれ。
まあそこまでダメじゃなかったけど。遊びで来るのやめて。本当に外部攻撃系しか始めないんでしょ。戦一どうしよう。音程シールやった方がいいのかな。もう25になってるよ。でもここで取ることが結果的な魔力も増やすことになるし、忘れてた完全に。もうコンテシエル使えばよかった。あまりの攻撃、外部攻撃に、あーやめてやめて本当に使えばよかったよ。まあ2枚目を待とう。ダメだ、裏目に出てる本当に。今もねフォンテシェル使ってれば助かってたのにね。5増えてたから。いやー、よりには使わないのかよ。でもよくわかんない敵も。麻痺か。麻痺でいいです、じゃあ。こっちは、総魔力増やします。いやー、まあ、城に着くまでよかったよ。Make an offering to your god.Warp to an unknown land. It's your turn. You've stopped in enemy territory. Woodfolk versus armored dragon. Prepare for battle.アマドラムを消滅させたい。
journey. It's your turn. You received a reward. Good luck on your next journey. どれだけ回復した？38 16 38 40 20。モンテシエルはもういない。もう今アーマードラゴンあるから、援護だと60プラスされてだから、あそこは攻めるの無理だな完全に。おっとちょっとやめて、何それ、あれなんでそれで来るの。意味わかんない。あ、 HP65 だからか。島に到達して、あの先を見据えたいよ。ああ、まあ役に立ったよ、十分。メタルシャンブラー versus ソフィア。Prepare for battle。風船の灯火だったし。3時だよ。It's your turn. Discard a card. You've stopped in enemy territory. Bandit versus Beast here. まあ、バンディットは活躍してるけどね、今回。先の無属性、向こうの失敗を除けば。
stuck in enemy territory. Trojan horse. 俺はチャンスか。チャンスかもしれないな。ドラゴン出すよね。え、どうだろう。さらにこの後攻めれば。かなり無防備になると思うんだけど。ひどいひどい。そんなことあっていいのか。もうコントローラー振動しっぱなしだよ今の。あ、でもこれ元から麻痺してた。これ解除してくれないかな。1ラウンド限定だったら。というわけで攻めに行きます。せっかくなんで。どっちの方がいいのかな。30。それでクリーチャー使ってくれればあそこ取れるチャンスがわずかに。まあまあ100ってそんなになるんだ。止まられませんように。やった、一緒に解除してくれた。ありがたいや。クリーチャー出たっけ。まあ、とりあえず行くよ。まあ、使うなら使ってって感じで。それ痛いな今のは。ほんとひどいやつだな。さ、状況を確認しよう。日光ははっきり言って弱い状況なのにさ、全くもって。You've stopped in enemy territory.
70か。足りんね。いいや。なんでそんなのあげんの？本当に。もう普通に置くよ。Make an offering to your god. Warp to an unknown land.Good luck on your next journey. It's your turn. Make an offering to your god. Warp to an unknown land. あら、高いところに置かれちゃった。でもそこならまだ取れるな。まあ高いってもレベル2だから高が知れてるんだけど。モージス置いてたの。いやもう直前だったからな。まあしょうがないです。もう処分。結局こういう戦いっていうのは本当にどうも長くかかるだけなんですよね。時間稼ぎというか。召喚できない。移動は大丈夫だよね。
Squirine versus Borges. Prepare for battle. よし。あ、これで、城について、ウッドフォークをレベル5まで上げて、急ごう。とにかく急ごう。テラノーシス。Warp to an unknown land. Aim for the next fort. よし。あそこ無防備だ。It's your turn. Discard a card.変の助けじゃ。レベル上げしないでよかった。Woodfolk versus Ground Deer。3時7分だよ。大丈夫か？ちょっとお釣りが来ちゃうけど、まあいいよ。この時のために取っといたんだから。あとはもうダメージクリアのスペルが出ないことを願うだけです。ああ、私の命もまた。あとは城にいました。ああ、ひどい戦いだった。You are the victor of this battle. もう全方位にダメージ与えるあれは困ります、本当に。どうなったんだ。ファウスティナ、ファウスティナ、敗れたのですね。私の命もまた奪われて、きっとこれで良かったのです。あなたが見たもの、私も見てみたかった。死んじゃうのは意外だったな。ファウスティナ、ファウスティナ、僕がファウスティナを、僕が、階段がトムとジェリーに出てくるような階段だな。この天国への。神様、どうか、どうか彼女を。重たいよ。女の子持ってその階段上がるのは。
どうなんだろう、次が最後なんだろうか。浮いてる。まあ嫌がらせの割にはそんなに長くかからなかったけど、え、まさか終わりじゃないだろうね。そんなことないよね。我はそなたがいた世界を創造せし主神、暗黒の階段を行く者よ。カルドセプトはお前の手に委ねられた。新たなる世界を創造するがいい。終わりみたいな雰囲気になってるけど、どうなんだ。何も見えない。何の希望も持てない。新しい世界なんて生まれようがない。世界の創造者の絶望が世界に神々の忘却を招く。神々の世界に来たる者よ、お前は再び希望を抱くことができるか。希望？僕の希望？お願いだ、もう一度。たとえ何度でも、僕は彼女に力を使え。その手に集めよ。時を越え、目指せ真の希望を。新しい大陸か。ここは、あの港町。ここは風の港？どうした？悲しい顔をして。お前の上位互換みたいなひどい敵に戦ったんです。お主、昨晩夢でうなされとったぞ。え、すべて夢だったの？夢？そんな、僕は確かにファースティナを。なるほど。この選択肢で変わってきたんだ。風が勢いを増している。何を目指して旅立つのか決めなければいけない。そうだったのか。でも今の桃綿オスなものだけどな。絶望のロンド。ところどころその落ち込みがひどいことされたんですよ。これはなんだ、プレイアイドルか。今みたいなのブックには確かかなり有効だと思いますけどね。その前に出てればね。これは気になってたんだけど。大して自分には役に立たないな、ゴルガム。バックラー、帽子みたいだな。猫をマスグロースか。でもマスグロースの領地能力で使えるんだからさ。あれでも、しかも自分だけが得をするやつ。フォンテシエルは本当に素晴らしい。
闇の包囲を獲得しました。黒川を獲得しました。でもあれだったら先にあっち行っといてよかったですよね。まだまだ続きそうです。それではまた次回お送りします。3時16分だよ。ハード枚数343枚なんだ。少ないね。あ、今あるカード枚数がってことか。ん？どういうこと？ローカード枚数が340冊でいいのかな。あくまでこれは今持ってる枚数のことかな。まあいいや。また次回お送りします。ありがとうございました。失礼します。